はプリント T シャツを作ってるブランドで、2019年で40周年やってるんですね。結構古くから、まあ、僕の父がやってるあの会社で、沖縄の風土にちなんだものをデザインして作ってます。ちょっとこだわった、ブランドとして、まあ兄弟ブランドとしてレキオシアンっていうのを、1999年からやっていて、でそれはあの藍染めの生地を使ったものだったり、天然の素材のものを使ったものや、少しアートティックな柄だったり、まあ、うち あの代表の、まあ、僕の父でもある中牧年の、ハンガーを柄にしたシャツとか、そういうあのラインブランドとしてやってます。夕菜の花のこのストーリーっていうのが、ウミンチュたちがこう浜から、まあ、夕菜が咲いてる浜から海に出て、で戻ってくる時にこの黄色い花を目印に戻ってくるみたいな、なんかストーリーをな聞いたことがあって、科学って、まあ、自分たち自身が宇宙みたいなもんじゃないですか。中で起こっていること、科学的な真理に、この2つのなんていうか、あの外とこう戻ってくる、回帰するもの、そこに何かこう結びつけると、ユイナっていう花も孫の花だからこれを選びましたっていうことだけではなくて、科学を探求していくっていう、その学校の理念みたいなことに少しでも意味を持たせることができたら、まあ、それを着ている自分自身にこう誇りっていうか、スイッチが入って、まあ、そういうテーマをこう頭の中でこう考えながら、あの初めに皆さんとお話ししてる中で、あ、もしかしたらいけるかもしれないっていうふうに思って、で、まあ、描いたあの柄です。まあ、商品をあの本当にあの好きでいてくれて気に入ってもらえたら一番嬉しいんですけど、こう学内で あの届け販売の仕方っていうのも結構あの新しい面白い取り組みだと思うので、そういうのもなんか注目してもらえたら面白いなと思って。